はようございます。柊沢くんも知ってるよね、カレンダーのこと。え、あのね、柊沢くんは山崎くんと違って真面目なんだから。よくご存知ですね。え、昔ヨーロッパではカレンダー監視員はみんなの憧れの職業だったんですよ。だからいたずらでカレンダーを消したりする人は、それはひどい目にあったんだよね。ええ、歴史書にもカレンダーにまつわる事件や争いがたくさん掲載されていますよ。やっぱり一番有名なのは100キロに及ぶエジプトに描かれたカレンダーにまつわる事件だよね。あれはやはり宇宙人の仕業でしょう。柊沢くんとはいい関係を築けそうだよ。こちらこそ。本当？違うと思いますが、柊沢くんって山崎くんと気が合うタイプだったんだね。昔の人って